またちょっと大幅に遡っていただきまして、はい、まあここまでの20年の長い道のりでいうと、うん、その音楽的にはあんまり変わってないっていうことだったんですけど、はい、なんかこう何でしょう、ターニングポイントがあったりとか、うん、なんか影響したイベントとかあったりしますか？うんうんうん、そうですね、いろいろありますけどね。なんだろうね、うん、これやっぱりエキスポかな。エキスポ、ね、99年の20万人ライブと言われたあのライブで、やっぱり去年そのアジアツアーをやろうとした時に、やっぱりプロモーションでいろいろこう話していっても、やっぱりあの20万人ライブが、やっぱりね、グレーのアイコンとしてなんかこう、そう、ちゃんとこう、グレーイコール20万人ライブっていうのがアジアに結構広まってるようで、そう20万人集めた スーパーバンドだっていう紹介されて、はい、またこうやっぱりちゃんとこう名刺代わりにできたっていうのすごいなとは思いますね。すごい鳥肌立ち、やっぱりすごいですよね。なのでやっぱりこうあの時期に、はい、そのまあエキスポをやれたことによって、はい、その後2001年2004年と、はい、で今回でまた東北でエキスポがやれるので、あれがなんとなく自分たちの大型ライブのスタートラインになったんじゃないかなっていうのは思います。ちなみに今年の東北のエキスポはどういう感じにしたいっていう、今回はあれだね、ロッコン祭っていうお祭りとね、うんうん、コラボっていうことで、うんうん、とにかくまあグレー知らなくても遊びに来てくれたらお祭り騒ぎできますよっていうようなイベントにはしたいなと。楽しそう。次郎さんはこの20年間でプライベートでもいいんですけど、はい、なんか一番印象に残ってる楽しかったことでも、プライベートでもいいよ。もし何でもいいです。いや悩まれてたので。いや本当にライブはね、僕すごい活動の中でも一番大好きなんで、はい、本当にたくさんいろいろあるんですけど、まあやっぱり今こうエキスポ間もなくやるってことで、うん、2001年に北九州でやったエキスポは、はい、それこそアジア各国の、スーパースターたちを呼んでのイベントにしたんですよ。オールナイトイベントにして、はい、でそこでの景色はやっぱり未だに忘れられないですね。で未だにその台湾のバンドでその時出てくれたバンドのメンバーは今でも親交とかあったりとかして、お互い日本に来た時はじゃあ飲みに行こうよみたいな感じだったり、僕らが台湾でライブやる時はメンバー全員で駆けつけてくれたりとかして、へー、うん、なるほど。